はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ハイライズシティやってみましょう。さあ、前回からこちら、新しい産業、布、鉄鋼、そして家具が作れるようになりました。で、新しい産業を作れるようになったのはいいんですけども、ちょっとね、設備投資で収益がね、怪しくなってきたということで、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、それではやっていきましょう。まず鉄鉱石がかなり余ってきたんですけども、この鉄鉱石を使ってこちら道具を作っていきましょうか。道具はね、今まで輸入で頼ってきたんで、これができればかなり収益は楽になるのでは。では行きましょう。そうですね、とりあえずここでいいかな。はい、行きましょう。はい、どう。さあ、で、新しい貯木場も作りたいですね。新しい貯木場、中型は、レンガ20 と道具20か。で、これさえできれば、このツール工場、ツールブロートというかね。さあ、どうでしょう、どうでしょう。さあ、ツールブロートできました。どうでしょう。さあ、この鉄鉱石が、鉄鉱石がどこへ行こうというのかね。あー、こっちちゃうんか。あ、そうか、今ね、あれだ、鉄鉱石をね、輸出してるので、これをちょっと一旦調整しましょう。鉄、あー、もう輸出してないか。で、長らくこちら騒音に苦しんでる住民たちを救済してあげようというわけで、立ち退いてください。こういう救い方しかできません、ごめん。こうして、で、新しくここにオフィスなんか建ててみましょうかね。こうして、こうして、こうか。で、オフィス、オフィス、うん、これでいいかな。あー、まあちっちゃいのでいいや。よし。さあ、ここで住民たちは救われるはず。で、オフィスはすぐね、住宅建つんですよ。住宅っていうか建物ね。で、ここもちょっとね、そう、うるさそうなんですけど、ちょっと交通量がここ多いですね。なので、アップグレードしましょうか。これでどうだ。で、こっちもじゃあアップグレードしまして、はいはいはい。あ、さすがに今道具は輸入に頼るしかないか。なので、こちら貿易して、で、はい、こちら道具買います。25ぐらい買うか。はい、よし。で、お次は、お次はそうですね、ゴミの発電所とかも作りたいな。今ね、ここゴミの収集所パンパンなんだ。まずいまずいまずい、これは住民から不満が出る。なので、そうだな、ちょっと収集所増やそう。で、資材が足りません。あーと、木がない。かなりギリギリギリっていうか、もうパンパンか。まずいまずいまずい。で、材料たまりましたね。では、こちらゴミ発電所作りましょうか。これによって、はい、ゴミを処理できて、しかも発電ができるという、一石二鳥、いきましょう。はい、さあ、どうだどうだ。まずはまずは、はい、じゃあ早く進めて、で、向こうのゴミをこっち持ってきてもらいたいんですよね。で、これ車通れるんですかね。まいまいまい、持っていけるんだ。大丈夫大丈夫。で、この辺公害がひどいか。まあ、この辺の家はちょっと壊そうか。さすがにちょっとね、この辺住宅に向いてないわ。はい、すまんね。で、こっち側も、うわ、公害ひど。いきなり、待って、落ち着け。で、ちょっと待って、あれ、あ、ここのゴミ、あ、なくなってるじゃん。え、そんなにすぐなくなるもん。あ、なんかゴミ持ってってる。あ、さすが、素晴らしい。で、発電もしてくれてるのかな。で、公害やばくない。ちょっとこれ停止させようか、さすがに。ちなみに公害、あー、結構広いのか。うわ、これゴミ発電所じゃない、元が。結構離してるんですけど、一旦これ停止させてみましょうか。はい、となるとどうなる。いやー、このゴミ発電所がダメなんだ。
いやー、結構遠くに置かないとダメっすね、これ。まずいぞ、これは。これ壊すのを建てたばっかなのに。まいったなぁ。まあ、気を取り直して次はこちら。中型装備物がパンパンになってきてるんで。じゃあ、こっち置いてみましょうか。はい。で、この辺りをもう物流倉庫の拠点にする。港もあるしね。さあ、どうでしょう。ゴミ発生所どうしような。マジこれもったいないな。で、これによってまあ40個入るとかっていう話なんだけど、あー確かにこう最大数がね、だいぶ増えてる増えてる。よし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 、いいぞいいぞ。なんだったらもっと増やしてもいいかもしんないな。もっと増やせる。じゃあこれをもう一個、あーレンガが足りない。これ壊すか。だからこっちの地域のゴミ収集人をこっち持ってこればいいか。なので君はじゃあもう退場です。うわー悔しい。もう行くしかない。うわー破壊されてもうた。で、気づいたんですけど、こちらこの集合住宅2の方だとね、要求される食べ物がね増えてるんですよね。消費財が香辛料とパンか。今のところね、香辛料は作れないんですけど、パンが作れるんで、まあパン工場もまあ作っていくっていうのを目指してもいいのかな。どこに作ろうな。で、電気足りないか。あー、この辺にねレンガ置き場を移したんですけどね、ちょっと電気が足りてない。なるほど。そうですね、ゴミ発生所はもう無理だな。あとはガスの発生所か。で、あと石炭発生所。これ石炭いるのかな。ちなみに、あーでもね、石炭発生所もねだいぶ公害出るらしいわ、これ。なんか私これ分かってきたわ。で、次はですねこちら。じゃあタイル買っていきましょうか。ではこの辺に小麦工場とか買ってみましょうか。うわ、金足りないわ。マジで。あー、めっちゃいるじゃん。うわー、ダメだ、買えない。なにーめっちゃ金いるじゃん。まあだから今いるタイルでなんとかしないとっすね。まあ面積自体はね余ってるから。じゃあこっち側に新しい拠点作ってみましょうか。じゃあまずはどうしようか。いけるかな。水没しそうです。ですよね。こう、はい、いけるいけるいける。よし。で、船通れるかな。大丈夫かな。ちなみにもうちょっとあげるか。勾配が急すぎる。あー、ここだったら、これだったらいいんじゃないですか。で、こうして、うわ、船通れねえだろうなこれ。まあいい。よし。で、こうして、で、この辺りにじゃあ新しい拠点作っていきましょうか。まあ畑でもいいし、新しい住宅街でもいいし。では行きましょう。そうですね、まあ言うてじゃあ小麦畑作っていきましょうか。で、小麦畑はそうですね。で、鉄鉱石いるかこれ。ちなみにまあそんなに面積はいらんと思うけど。これで建材が足りない。あー全然足りないね。やばい、道具が溢れそう。なので道具を売っていきましょう。これでかなり稼げるんじゃないかな。じゃあセール、これをじゃあ25ぐらい。いいですね、道具が売るほどにある。だいぶない。なので鉄鉱山やチャコールバーニング増やそうかな。まあ迷うな。鉄鉱山、まあとりあえず増やせるもんな。こっち儲けるしね。まあまずじゃあ置いていきましょう。まあ金はかかるけどね。で、チャコール、チャコール、チャコールバーニング、はい。これをじゃあもう一個、はい。で、次は小型製鉄所、これも作るか。じゃあここに
さな。ここでいいかな。はい。確かにね、道具を売るとね、かなり儲かる。だけどね、道具は後々いるので、まあ、ほどほどに、はい、こうしまして。で、次はそうだな。で、この鉄鋼の生産チェーンのものはできてるね。よし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 。で、どうですかね。で、これで鉄鉱石がたくさんできればいいんですけども、次はそうだな。まだ小麦畑作れないな、これだと。で、おそらくこのローカルキャリアだと物流がね、だいぶいっぱいいっぱいなのではないかと思うんで、こっちのシティキャリアの方に切り替えていきましょうか。じゃあまずはここを作って、で、そうですね、もう一個ぐらい置いた方がいいかな。そうですね、あ、じゃあこの辺り、じゃあ置いとこう。はい。で、こっちの方にもね、まあ、小麦畑作る予定なので置いていった方がいいのかな。で、これがシティキャリアか。あー、このね、こうマス目がおそらく車の数なんでしょうね。で、今のところまあ余裕はあるのか。まああるんだったら良い。で、どん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 鉄鉱石を作ってほしいんですけど、で、あー、これか。この道具工場動いてたわ。多分違うの止めてたな。どうだろうどうだろう。これでガンガン鉄鉱石を作ってくれるとありがたい。でも作ってるっぽいね。でもだいぶ収益が落ちてる。いやー、きついな。で、こっちの、あ、地域のゴミ収集人がやばくなってきてる。ではでは、そろそろ小麦畑作っていきましょうか。そうですね、小麦畑はそんなに広くなくてもいいので、そうですね、こうかな。で、これで、こうか。で、あ、建材が足りない。あとレンガが1個足りない。あ、早くレンガを、レンガを。さあ、レンガあと1個できるかな。今のところ、あー、収益だいぶ減ってるね。あー、できたできた。よしよし。じゃあまずは、はい、ここ。さあ、ここで小麦畑ができます。はいはいはい。あ、で、ファームモデル変更できるんだ。ちなみに、え、変わってなくない？え、変わってる？わからんわかんないけど、まあいいや。あと見ると、あとパン工場か。で、お次は小麦を砕くためのミルか。じゃあミル、あ、ちっちゃ。ミルはじゃあこの辺に、はい。で、お次はパン工房。パン工房はあとレンガ4つか。まあすぐできるでしょう。で、めっちゃ木材余ってる。で、まずミルができました。で、今度はで、レンガもできましたね。レンガをじゃなくて、レンガじゃなくて、まあそうね。じゃあパン工房作っていきましょう。で、パン工房はじゃあこっち作ってみましょうか。はい。さあ、どうでしょう。さあ、どうかな。これで集合住宅2の人たちを満足させることができると思う。今赤だもんな。で、香辛料も作れるようになったら作りたいですね。で、果物が若干少ないかな。さあ、トラックへやってきました。で、はい、ここで、はい、小麦を受け取りました。あ、めっちゃ受け取るね。で、これを今度こっちのミルに運ぶのかな。そうですよね。で、律儀に信号を守る。素晴らしい。あー、向こうの方持ってっちゃうのか。一旦向こうの方持ってって、で、こっち持ってくって感じかな。さあ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 、そういうことですよね。で、こっちまず、はい、小麦を下ろしました。で、今度は小麦を持っていくトラック、はい、はいはいはい、行きましょう。で、これがこっちのミルに、はいはいはい。で、ミル、こっちのミルが、はい、小麦粉を作ります。そうですよね、はいはいはい。で、ちょっと今ちょっとだけ赤字で、水が足りない。嘘。で、こっちの物流不足はまあ解消されたと言っていいでしょう。
で、問題はこっち側だな。で、今度はこっち側にオフィス街建てていきましょうか。そうですね。で、木材めっちゃ余ってんな。じゃあ木材を消化するという意味も込めまして、この辺りだな。これでどうでしょうかね。さあ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 、どうだ、立つ。あー、いいですね。よし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 、だいぶね収益が下がってきた。てかめっちゃ今赤字。まずいまずい。で、現在集合住宅2の方は、まあ、パン類だいぶ増えてきたけどね。もうちょっといるな。で、果物畑もいきますね、これは。ではでは、行きましょう。まずは、じゃあ小麦畑ちょっと増やすか。待って待って。こういっての、なんでそこになる？待って待って。待ちなさい。で、もうちょっといるな。結構ね、大規模にいるような気がする。そうですね。こうかな。じゃあこの辺りで建材が足りません。いやー結構いるな。道具もいるし木材もいるしレンガもいるか。難しいですね。でもうちょっとねパン類増やさないといけないな。まだ足りなかったか。ではでは小麦畑とあとミルも増やしていきましょう。こうしてこうかな。でこんなもんよし OK だな。じゃあこうしましょう。はい、さあどうでしょうどうでしょう。となるとでちょっとなー、ミルも足りてないな。これ小麦の生産量が追いついてないのかな。どうでしょうかね。で果物畑も増やしましょう。ちょっとね果物足りないらしい。さあということで次のマイルストーン行くことができました。現在ベッドタウンでございます。素晴らしいですね。いやーでも結構キツキツだな今ね。道具を売ってなんとか黒字を保ってるとこかな。いやーでもな、次のタイル買うまで相当金いるからな。でまたマイナスに転じちゃった。ちょっとねこれはだいぶ怪しくなってきましたよ。ということでね、今回はここまでにしましょうか。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしくはチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。